着席願います。休憩前に引き続き会議を開きます。日程に従い議案審議を行います。他にありませんか。17番井上君。私は出てくる、すみません。25ページちょっとすみませんけども、お聞きしておきます。15節のですね、162万かな、中学校施設整備工事費っていうのがあるんですけども、それ場所とそれから規模ですね、教えてください。それから、地区公民館の120万、修繕料っていうんですか、それは地区公民館、まあいくつかあるんだけど、その場所とそれから内容をちょっと聞かせてください。それからですね、27ページの債務負担行為の中で、鴨野地区公民館新築工事設計管理委託料、1116万7000円で、その中で平成29年から31年度までの負担行為ですけども、地方債が970万と、一般財源が146万7千円と、まあ、この内訳あるんですけども、それについての、まあ委託料と、それから、これについては、大体期限というんですか、いつ頃を目標に、まあこれまあ、この負担行為が通ればですね、予測、それからこれに対するその面積と、それから、面積と大きさやね、大きさと、それから、まあ、約でよろしいんやけども、どれぐらいの規模で建て替え費用がいるのかっていうのを、まあ、ちょっと予備的にお聞かせ願えたらと思うんですが、以上です。はい。はい、教育部長。はい、まず1点目の25ページの、中学校設備、施設整備に要する経費、工事費、中学設備工事費162万についてお答えをいたします。これにつきましては、小江口中学校の屋上防水工事が行うことになっております。ただもう広い範囲を施工できるように、全ページにございます小学校の設備工事費を減額、同額160万2万減額いたしまして、中学校のこの工事に付け替えを行うという予算の措置でございます。続きまして、その公民館の授与費の修繕費についてお答えをいたします。すいません、これは、君北公民館で、ございまして、内容といたしましては、消防設備の、取り替え等でございます。これにつきましては、指摘があったものを取り替えるということで、本年2月に知事の方から、施設改善のが出ておりますので、それに対応する工事となってございます。次に、鴨野の設計委託についてご説明を申し上げます。設計費につきましては、今お正しになったように 1116万7000円ということで、内容といたしましては、設計にかかる委託料として686万880円で、それから管理に委託料として421万5240円、それからそれに伴います、ボーリング調査として86万4000円ということで、計1116万7000円となってございます。
続きまして、施設の概要について、ご説明をいたします。まだ現在、計画の途中でございますので、概要ということで、ご理解をいただきたいと思います。神室地区新築工事につきましては、公道としましては、鉄骨道平屋建て、延べ床面積が515平米、となって、ございます。あと、防火水槽と駐車場等を、含めまして、工事費として2億954万4400円をお見込んでございます。期限につきましては、設計につきましては、平成30年の6月を目指しておりまして、それ以降の工事着手ということで、完成につきましては、31年度の早い時期ということを目指してございます。以上です。よろしいですか。17番、井上君。よくわかりました。ただちょっと、設計委託料出てるんですけども、関連ですけども、その新築をする、新築をするための経費、今現在ある公民がありますやん。で、なんでそこへ新築せんなんのか、もう古いんか、他にも古いとこ、一番古いんかね、優先順位はそこであるんかどうかということを、一応もうそれも含めてですね、で、あとのその公民館、こっち新宿で持ってきたとするでしょう、実は今ある公民館の後の、問題もあるんですけども、そういうものももろもろちょっと機械してもらったら、この委託料、委託してするためにですね、我々もやっぱり切っとかないかんと思うんで、そんなことについてちょっと、お聞きしておきたいと思います。でそれから、31年度、完成ということなんですけども、ここには確か今計画している別の子ども園の計画もそこにあると思うんで、同じような場所にで、そこらのその建築していくためにですね、子ども園とのその、お互いのこの邪魔になるっていうかね、どっちが早なるんか分からんけど、公民が早なればそれでいいんだけど、そこらのとこいっぺん、その子どもかとの調整は取れとんかどうかっていうことをお聞きしております。教育部長。はい、お答えをいたします。まず神室公民館につきましては、現在南馬場にありますが、昭和57年の4月に開館をいたしております。公民館につきましては、最も古いのが、紀美地区公民館で昭和56年ということで、1年の差がございます。で、山田地区公民館につきましては、西部地区公民館56年で改築をいたしまして、昨27年に開館をいたしております。で現、神室地区公民館につきましては、過去においても防水浄化槽の水漏れ等過去2回の工事、それからボイラーの故障、1階のエアコンの故障等ございまして、かなり老朽化が進んでおります。それから2階のホールのクロス等もかなり傷んでおるということで、館の方からは要求の方は上がってきてございます。そういう中で、新築を目指すということで、2館、残ってございます、君と岡室について、教育委員会としては新しい、建設を目指していた
というところでございます。でそれから現在の鴨野地区公民館が移設になった場合の、跡地につきましては、現在のところ、建物付きで売却できないかということでの検討をしてございます。それから、はい、それとも開設年度の31年の 早い時期と申し上げましたが、これにつきましては当初公民館につきましてはもう少し遅い予定もしておりました。ただし子ども園が31年の4月開園を目指して進んでおるということで、子ども園の保護者の説明会等の中でも開園後に工事、公民館との工事があれば安全面、それから保育環境等が心配であるとのご意見もいただきましたので、同時期を目指すこととなりました。はい、その建設場所で、ございますが、これまでの経緯を申し上げますと、中学校の合併が進む中で、橋本中学、岡本中学、西部中学校の統合の準備会が開かれております。その中で、岡本中学統合準備会では、中学校の跡地利用として、地域のコミュニケーションと核となる地区公民館の要望が強く出されておりました。そんな中で、本年2月に、現校舎を解体して、公私連携型、幼保連携型子ども園の建設の方向性が決定され、開園に向け動き出したところです。で、その改築した、すみません、解体した校舎跡地の一部を利用して、公民館を建てるということの決定をいたしました。以上です。子ども課との調整、はい、教育部長。はい、すみません、子ども課との調整につきましては、絶えず行っておりまして、保護者の説明会等につきましても、私たち教育委員会として参加もさせていただきまして、その概要を説明させていただいたり、保護者からのご要望もいただいたりということで、常に連携を取りながら進めているところでございます。以上です。他にありませんか。12番堀内君。はい、すいません、さっきの、市長さんの答弁いただいてありがとうございます。21ページの、公屋口の、関連の先ほどの市長答弁さんのちょっとだけ続きなんですけど、別に市長の思いは分かっとるんです。でこういうふうにしていきたいというのもなんとなしに分かるんで、ようやってくれとるという認識は僕もとるんで、さっき何ていうかな、観光と振興とかこれは分けてっていう話やって、それは僕も分かっとって、僕言うたのは黒子道の時、ここの小屋口の時こんだけきれいに話物事進むんやったらこの答弁おかしいんちゃいますかって言うただけであって、旗ごんぼとか農業のことは言ってないんです。だから黒子道の時に尋ねたことの返事っていうのがちゃんと返ってきてないのに、こっちのとこだけスムーズにいくっていうのがちょっとおかしいなと思ったんで言わしてもうただけ でそれが議事録に載ってはいかんので言わしてもうただけで、一個も市長のあれに言うとるわけとちゃうんです。で旗ごんぼは僕言うてませんし、黒子道と橋本氏が、これが DMO は置いといて、橋本氏が公務員さん、現場の職員さんが市の観光の対抗的なもんがないのに前へ進めれれへんでしょっていうことを言うとるだけであって、そこのとこはもう要望でええんで、そこらもうちょっと部内、ほんで川の中で現場と その整合性、草刈り1個でも全部僕らやっとるんやっていうことをもうちょっとね、謙虚で誠実に対応していただきたいということを要望させていただきます。答弁は結構です。で、ページ変わります。分かれになった27ページでございます。設計管理鴨野公民館です。ちょっと長いんで、メモのご用意をお願いします。で、質問それたら議長のご指摘をいただきたいと思います。まず一般質問でもあったんで、一般質問の再質問みたいな聞き方になるんですけども、その計画ですね、もともとのその計画をどこまで見とるかっていうことが一点、
ちゃんとスタートラインの確認として聞きたいのと、2つ目、周辺整備というワードで、答弁あったと思うんですけども、周辺整備はどこまで思ってくれているのかということを再度確認します。あの答弁で分かったんですけども、で3つ目に、まあ、特例債とかその有利な記載どうのこうのっていう話になったら、今これ入れとかんでほんまにええんですかっていうこと、これが3つ目、うん、周辺整備に対してね。で見えれん、で、4つ目に、まあ、子ども園も絡むことなんですし、子ども園とあと体育館が残ることで社会体育の場所が残るっていうことで、まあ、入り口が旧神室中学校の校門だけの入り口が1個になってしまうっていうことなんですけども、これに対しての、 その車の事故であったりとか、今まで の、 その車の量が明らかにあの周辺が密集して増えてくるっていうこと、当然議論してくれとると思うんですけども、これに対しての安全性、まあ、例えばそんなことないと思うんですけども、今、まあ、あの免許返すやらどうたらっていうこともまあよく議題に乗りますし、あのブレーキとアクセル前と後ろ間違って踏んだとかそういうのもあります。当然こういうことも予測された上でこの駐車場とかそういうまあ周辺整備と絡むんですけども、ここらの議論絶対的なもんは大丈夫やっていうこと、物事は 100% はないにしろ大丈夫やろかいっていうような議論はちゃんとされているのか、これが4つ目で、5つ目に、まあ、ちょっと危機管理的なことになるんですけども、旧神室中学校の南側の山の上に大きな池があるのはご存知だと思います。まあ、そこの地元要望というのは上がっとると思うんですけども、まあ、ある程度の安全性、防災マップとかこうハザードマップとか何かあった時のこのあると思うんですけども、避難所になっとるから大丈夫やとは思うんですけども、そこも大丈夫であるという認識の議論をしたのかどうか、これが5つ目。で、6つ目。まあ、6つ目、これ、市長にお伺いするんですけども、まあ、全体的に今、まあ、お金ない境にここまでしかできへんよっていうような教育委員会の、6番議員の答弁やったと思うんですけども、これはやっぱりね、どこの公民館見てもね、やっぱり違うと思うんです、子ども園見ても、公民館見ても、そのままで終わっとるっていうことはないと思いますし、財政難の中でも一生懸命ここまでやったろやないかっていうことに対しては、本当に感謝しとんやけども、今、金なかってもええんで、いずれ、こう考えとるよ、見捨てれへんよって、そういうふうな見解を持ってくれとるんかどうか、ここの合計6つお伺いします。教育部長。はい、抜けておりましたらまだご指摘をいただきたいと思います。まず1点目の神室地区公民館の計画でございます。先ほど希望等を申し上げました。計画に至る理由につきましては、先ほども申し上げましたとおり、まあ、古い建物でございます。それから公民館については紹介技術がないということで、以前からまあご要望もいただいておりました。そんな中で、まあ合併じゃない、すみません、統合準備会の中で、まあ、そういう議論がございました。で、まあ、合併、すみません、統合準備会の中では、まあ、いろんな論議をされた中で、最終的に、まあ、公民館をという地域のご要望であったというふうに思っております。まあ、そういう中で、計画をさせていただいて、取り組んでいるところでございます。で、周辺整備につきましては、先日6番議員にもお答えをさせていただいたとおり、ご要望はいただいているのは事実でございます。そんな中で、まあ、財源の確保はできないということで、今のところは、できないということでのご答弁をさせていただきました。特例債の活用について、この周辺整備も含めて、まあ、やっていくべきではないのかというお達しでございますが、特例債につきましても非常に、まあ少なくなってございます。この計画を、まあ、立てていくといいますか、採択していく過程におきましては、実は公民館の建設費用についてもかなり絞り込んで、まあ、財政が、もちろん許す範囲での計画ということでの
ゴーサインをいただいたところでございます。でそういう意味でも、まあ、今のところはできないというご答弁にさせていただいてございます。それから子ども園の入り口につきまして、まあ、体育館と公民館とというところの交通量等のお話でございますが、まあ子ども園につきましては橋本市内で最も小さい子ども園ということで60人ということ63名の定員ということになってございます。それから公民館につきましても活動時間がおのずと違います。子ども園につきましては朝のピークは7時50分からだいたい8時半ぐらいまでというふうに考えてございます。夕方につきましても4時半ぐらいから6時までの間ということで騒動をしてございます。となりますと、まあ、公民館の利用者の方との時間帯等は変わってくるのかなと、まあ、そんなに混雑等しないとの予測でございます。それから防災マップ等につきましては、載っておることについては承知してございます。ただ増水等の、まあ予測につきましては前もって台風でありますとか、増水につきましては、予測できるものと考えてございますので、それについては事前に対応はできるのかなと。いうふうに判断してございます。以上です。答弁漏れかな。市長。市長。はい、質問、堀内議員の質問にお答えをします。まあ、私もいろいろ検討しました。まず本当にそこの道が必要なんかっていうのが一点あります。国体の時に広い道路を一本道を入れてますので、それをまず活用するべきだろうと。でもう一つは、運動場が舗装することがまずできないっていうのは排水機能的に非常に弱いっていうところがありまして、そこに大きな問題がある。当初、運動場を改修をして、まあ、当初1億ぐらいかかるって言われたんですけど、1億かかるけど効果ないよっていう、結局は水を流していくと堤防なんで、堤防もう一個穴開けらなあかんという問題がありまして、こんな国交省が絶対許可を下ろしてくれませんので、そういうところで、果たして、道を広げることのメリットがあるのか、そして、河南道路からこう入れる場合、相当なあれも県道ですので、交差点改良も必要になってくると思います。千箇条の信号をつけた時も相当後ろ側から道を徐々に広げていって、用地も買収して信号をつけたっていう経緯もありますから、その辺のこともやっぱり考えてみて、でもし、公民館子ども園が開館した時には、そしてその通行量を見てどうしても必要な通行量があるというふうなことが、今の中で、渋滞が発生するとか、いうところを、まあ、発見できれば理解できればという思いもあります。ただあんまり子ども園もありますので、例えば防球ネットも取って本当に、こう道もこうやることが子ども園の変な人間の侵入を逆に限定、防球ネットあるままにしといた方が安全ではないかなという思いもあります。で財源の話なんですけども、昨日から言っておりますように合併特例債も限りがほとんど、まあ、半分ぐらいは神室地区のために、子ども園の建設と公民館の建設に使ってまいります。
でも合併特例債というのは32年度まで使えますので、その中で例えば公共工事で必要なところができたときに、その合併特例債をはめて少しでも市の負担を減らしていくというふうなこともありまして、本当に緊急性の高いところの道路整備というのを優先をしていきたいというふうに考えてまして、まあ、その中で、どういう形で、まあ、32年度で終わりなんで、まあ、そこから先どうするんやって言われたら非常に今悩ましいんですけども、有利な記載がないんで、公共事業債みたいに 100% 借金やっていうふうな記載しかない部分もありますので、そこからどうしていくんや、君公民館ほなどうすんやって言われたら財源どうしようかなというふうな思いもありまして、とにかく今、統合委員会で、子ども園と、ガムロ公民館というのは必要やと、そこに建ててほしいというふうな要望のある中で、今市としてできる最善の方法でやっているということをご理解いただきたいというふうに思っています。で、先ほどあの教育部長上のため池の話、平谷ですかねについては、現代県とあそこの整備計画を現在進めています。丸尾池が終われば河南の2つの池を整備していくっていうふうに、改修するというふうに今現在考えておりますので、そこについてはため池についても整備をするということでございますので、まあ、その辺についてはご理解をいただきたいと思います。12番堀内君。あのご丁寧にありがとうございます。もうほんまによく分かりました。あの気持ちよく賛成できるものであります。はい、はい、ね、副首相なんかしゃいいですか、いいですか、いや答弁したかったらあれですけど、あの、まあ、あの今丁寧に全部説明いただいたんで、まあ、自分の中では十分理解できて、あの合併特例債も何らか その緊急性やった時のために置いておきたい、これはもう市民全体のために、それはもう理にかなった話でございまして、僕ばっかりがここもやっといたらどうやっていうのはわがままな話とも取れることなんで反省いたします。ただ、まあ、先ほども申し上げたように、やっぱりね、どこの公民館見てもね、教育長さんなんかね、先導走り回ってくれたお互いに、あの公民館ね、掘りっぱなしのところとか橋本市内ないのは事実ですよね。前から きれいにせえとかそういうことじゃなくて、やっぱりちょっと引っかかる部分も実際あって、納得せなあかん部分もあるということで、まあ、答えはないんですけどね、やっぱりその何かあってからでは遅いんで、あの教育部長も言われたように、そのある程度の予測立っとるって言うけども、危ないことは危ないで、やっぱりもうちょっと気張って見といてもらわんと、オープンしたのはええけども事故が起こってしまったっていうのは一番やっぱり地元としては一番つまらん話になるんで、うん、そこだけはあの教育委員会に強くお願いさせていただきます。あのもう答弁は結構でございますので、ありがとうございます。他にありませんか。16番岡本君。あと1点だけ、17ページの民生費上から3段目なんですけど、負担金補助および交付金、子育て支援センターを継続的に、支援するために必要な改修になってるんですけど、その改修はどんなのかと、各園で違うのであれば各園別で、この点だけお願いします。健康福祉部長。はい、あのこの子育て、子育て支援拠点、環境改善事業を非補助金、514万9000円でございますけれども、内容につきましては、4つの子育て支援センター、こののホットルーム、ここはあの
床張り替え、壁改修等を予定しております。で橋本こども園の中にある子育て支援センターにつきましては、トライアングル、プラットフォーム、バランスボード等の購入、それと大子ども園内にある子育て支援センターについてはホワイトボード、支援室、紫外線、赤外線カットコーティング、それと綾野台保育園の中にある子育て支援センターにつきましてはカラーマット、遮熱テントと、まあ、それぞれの、まあ、子育て支援センターの、まあ、整備内容は違いますけれども、まあ、要望を採択してということでございます。これは国が4分の3、市が4分の1という、まあ、補助金も確定しております。以上でございます。よろしいですか。他にございませんか。20番辻元君。27ページの最後段階のところなんですけれども、先ほど市長も答弁いただいて、一部の問題も出てきたんですけれども、この債務断行為をやはりこう納得して、まあ、賛同していきたいんで、若干、ずれるかも分かりませんけれども、質問したいと思います。まあ、先ほど、教育部長の答弁で、古いところの公民館、上がったんですけれども、これからいきますと、残されたのは機微だけということなんです。で、ある程度機微の話も納得しないと、ここのところでは僕らも市民もちょっと納得しない部分があるんかなと。で、鴨居中公民館の建設につきましては十分理解をしておるところなんですけれども、そしたら残された一項についての一定の考え方といいますか、まあ、市長先ほど答弁いただいたんですけれども、教育委員会としてどういう考えでおられるのか、それを聞いた中で納得していきたいなと思うんです。そういうことで、君のちょっとはずれるんですけども、君の問題について考え方を。教育長。はい、議員お尋ねの通り、神室地区公民館が建設になりますと、残す、老朽化している公民館としては当然君地区の公民館がございます。このままではやはり、まあ、建築としても耐久性も弱くなるだろうということで、喫緊の課題であると捉えております。君地区公民館の建設に向けて、今後は、取り組んでいきたい。ただし地元要望もございますし、いろんなご意見もあります。どこに建てるのかという大きな課題もありますし、その部分をクリアしながら自分たちは残る君地区公民館の建設に向けて取り組みを進めていきたい。これちょっと抽象的なお話になりますけども、 今はそういう形で、君地区公民館は必要な公民館であると、新設が必要な公民館であると、そういうふうに考えています。他にありませんか。19番小西君。はい、これで終わりたいと思います。今の関連のお話で、すみません、君地区出たのでちょっとあれなんですけど、確かに君地区は、まあ、面積も広くて、どこに建てるんやっていうのは非常に悩ましい問題というのは僕自身も考えています。なので今の段階でどこに建てるのよって明確に出すっていうのは本当に非常に難しい話であるとは思うんですけども、今現状でいくとですね、各区長さん方で議論してくださいよってなっているのかどうなのかってあると思うんですけども、やっぱりそこは行政がちょっと勇気出して、やっぱりコーディネート役っていうんですかね、議論した上で5年かかろうが10年かかろうが僕はええと思うんですよ、建設に対して。ただやっぱりきっちり議論する場を任せとくんではなくて、きっちり間に入っていくっていう役割も僕行政として重要かなと思いますので、今後その点も一回まだ検討していっていただきたいと思います。それでその鴨室地区のこの債務負担行為の議案に対してなんですけども、一回委員会でこれとはまた違うけど、鴨室の公民館の計画の報告いただいて前にあったんですかね。で今回議案に上がってきて、で、開会日に提案されて休会中、やっぱり僕らも議決する側にはきっちりとんって思う部分には説明を求めるし、きっちり納得して賛成反対は示していきたいと、まあ、それは当たり前の話なんですけども、その上で閉会中に何度も教育委員会へ調査というか行かせていただいて、何時間も何時間も毎日毎日議論をしてまいりました。
で、そんな中で思ったんですけども、あの最終期の金曜日ぐらいですけど、ほんま何日も何日も話してから、やっとこの公民館に対しての具体的な資料が出てきたっていうのが一点あったんです。で、要するに言いたいのは、あの職員さんすごいその議論する中で見えてきたのが、めっちゃいろんなパターンを考えて時間かけて、で、あの計画を立てられてはったんですよ、資料を見たときに。で、改めて職員さんって本当に優秀だなんて、そこでやっと分かったんですけども、にもかかわらずこの議案として上がってくるとか資料に対して本当にちょっとだけこれでやります、これでやりますみたいな感じで来てしまうっていうのは、もうお互いにとってもどっちにとっても得はないんかなっていうふうに思ってしまいました。っていうところで、今後またこんな重要な案件とかいう分離あるんであれば、できる限り、じゃあどこまで出すのよって議論もあるけども、できる限りこうご丁寧にあの資料を出していただきたいなっていうのが一定思います。で、それも踏まえて今後議会としても、我々議員としても、やっぱりもっと職員さんの方々とさまざまな議論を、この議会だけじゃなくてもきっちりしていかなあかんなっていう、そんな点も僕今回すごく感じましたので、今後またこんな重要案件に関しては資料を出していただくのもそうですけども、まだ普段からあの密になって議論していきたいと思いますので、その辺の見解2点お答えください。教育長。はい、1点目、君津地区の公民館ということですかね。もういいですかね。資料1点、あと2点っておっしゃられましたんで。はいはいはい、わかりました。自分たちもこの平成27年度、に、季節既存施設を活用して公民館と子ども園ができないかということで、かなり検討させていただきました。で、文教構成委員会臨時の時に出させて、あのご意見いただいて、その時に出させていただいた資料はかなりあの簡素化された資料であったと思います。あのただ内部でかなりこう揉んだ資料でございますので、あまり外へっていうのもあの配慮もありました。あの議員お正しの通り、今後いろんな、まあ、あの機会を捉えて、まあ、それぞれの部会もございますので、その時にも丁寧に説明させていただいて、自分たちの取り組みと、それが是か非かも判断もいただき、今後どうすればいいかということも自分たち自身で考えて、取り組んでいきたいと思っていますので、そういう決意気持ちでおります。で、あと1で、あのまたあの自分たちもいろんな場でお話をさせていただきたいと思いますので、どうぞお越しいただいて、いろいろ協議を重ねたいと思いますので、よろしくお願いします。他にございませんか。3番杉本君。はい、すみません、マイク。あの君津公民館の話なんですけれども、地元の一部の区長にしか聞いてませんが、ここどうやというような要望、場所は聞いております。多分教育長の方にも市長の方にも耳には入っておるようなエリアなんですけれども、次へ向かってですね、新しく、教育長の方で、市に対してちゃんとあの予算取りをですね請求していただいて、まあ、教育長にその権限があるかどうか知りませんが、ぜひですね、あのこの間表明されました平木市長 の, あの時期の時に、絶対ですね、もう君の公民館は、公約に入れていただいてですね、やっていただけることをご期待いたしますので、どうかよろしくお願いします。要望でよろしいですか。はい、要望で結構です。はい、13番樽井君。先ほど小西さんのお考えとちょっと私考えちゃいまして、あの市の職員も一生懸命やるんですけども、結局今回はね、もうはっきり言うのはやはり市長の施策でこういう形になった、あの子ども園も公民館もというので、いくら職員が一生懸命な案を作っても、あの結局、まあ、政策調査会に乗っかって
からちゅうもんでは今回ないと思うんでね、やはりいろんな政策をきっちり変わったら、きっちり市長なり副市長なりちゃんと政策説明をしていただいてすれば、今まで職員がせっかくしたことが全て無駄になるっていうのが結構出てくるので、今回子ども園計画もいろいろ公設民営から民設民営中変わったの、その時は公設民営中形のいろんな形の中で設計もし、プラマイどれが1万円やんっていうようなことも考えたりしておるんでね、でそれを今度最終的にこうなったっていうのはやはり市長がそういう思いでやられたっていうのが今回は非常にまあ強いと私は思いますので、そこのあたりは職員もやはりどんどん市長ともっとディスカッションして、もっと前向きにやってもらったらとは思います。以上です。もう答弁はいいです、はい。議長より申し上げます。議論が少し膨らんでまいりましたので、元の議論の方に戻して質問をよろしくお願いいたします。他にございませんか。経済推進部長。先ほど5番議員のお尋ねの中で DMO に関する補正提案についてでございますが、9月議会で提案はさせていただいてないんですが、現在桂議長と一緒に地域連携の地方創生の事業の申請を進めております。具体的な内容についてはこれから桂議長と詰めてまいるんですが、これが内示されるような状況に なりましたら、それぞれの観光による地域振興のプロモーションを桂木町と橋本市それぞれが申請することになりますので、この部分の業務については DMO の方に委託していく可能性が十分あり得ます。そういうところから状況によっては12月場合によっては3月に提案させていただく可能性があることを訂正してお詫び申し上げます。健康福祉部長。はい、今回の補正の15ページ、8番議員との、に対する答弁の中で、この公私連携、幼保連携型認定こども園設置及び運営法人選定審査会委員報酬の関連といたしまして、選定方法に言及したときに、私の方から、点数化と一定のボーダーラインというような言葉でご説明をいたしました。で何か自動的に確実的に決まってしまいそうなような印象を与えたかと思います。言葉足らずでございました。あくまでもこの審査会は条例に基づいて設置した市長の諮問機関でございますので、私ども事務局からご提案するそういうふうな手法を通じまして、最後にですね、各委員さんのいろんな面からの協議あるいは審査を経て審査会としての意見として法人の候補者これを答申ということでいただくということでございますので、ご理解をお願いいたします。よろしいでしょうか。はい、他にありませんか。内容ですのでこれをもって質疑を終結いたします。お分かりいたします。ただいま議題となっております議案第1号については委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって委員会の付託を省略することに決しました。これより討論に入ります。討論する方ありませんか。討論がないようですので討論を終結いたします。これより議案第1号平成29年度橋本市一般会計補正予算第3号についてを採決いたします。本案は原案の通りに決することにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本案は原案の通り可決されました。この際午後1時15分まで休憩いたします。